はい、皆さん毎度、はい、このフェーブね、ナプラのね、モノエタノールアミン入りね、うん、モノエタノールアミンがね、2番目に来てから結晶と入ってるのかね、強アンモニア水、これを約20時間前にね、ウィッグに塗布してね、ここ濡れてね、ほんでもってそのまんま、放置ね、見るの忘れちゃったからね、で、この毛がどうなってるかね、溶けてるか軟化してるかね、はい、ちょっとこれ見てみましょう。はい、ちょっと明るくして、はい、はい、軟化してるかどうかね。ああ、切れるね。意外と切れる。でも毛染めしてる毛だからね、これね。だ切れるから完全なんかしてないってことだよね。ああ、見るもんだと切れるのは何かが足りないって言うんだよね。だこれどう判断だ。別に普通はっきり言ってね、ほどほどにね何かしてるよこれ。うん。なんかミルボンとか資生堂よりは一晩置いた時の方が軟化してるかもしれないね。だけど蚊なんかはしてない。うん。まあこれ気になる人は自分たちでね、実験してみるといいけどね。うん。そんなね、溶けるほど軟化してないよね。あ、でも切れる。これはちょっと今までの中の薬よりもやっぱり傷んでるかもしれないね。ミルボンとか資生堂に比べて傷んでるかもしれない。一晩20時間置いたからね。でも軟化つったってまあちょうどいいぐらい軟化してる。うん、蚊なんかはしてないね。10本取ってよくさ、テストチェックしろとだってさ、10本取ったらこれ伸びないかんね。でテストカードのコツってのはやっぱり1本なんだよね。2、3本持っただけでさ、全然違うから引っ張った感じがさ、かなり力入れて、かなりグッと握って、かなりグッと握ってやらないと。うん。うん。はい。このフェーブね、一晩置くと結構軟化してます。今までのは軟化しないで硬くなったような気がするんだけど、これはパーマ液的に効いてるような気がする。これオーバータイムは、どうなるかね、これ。さらにもっと置いてみる？明日の朝まで置いてみる？このまんま。どうなるか。ついでだから。ここで洗っちゃもったいないよね。うん。昨日見なかったかね。うん。モノエタノールアミンね。モノエタルモノールアミンも結局空気酸化するわけだからね。うん。うん。ちょっとまだ硬いね。白髪染めっていうか、毛染めしてる人の宿毛矯正だって、切れなくなるまで軟化させたらもうちょっと軟化するんだけど、これはやっぱり切れるから軟化が足んないのか、これやっぱり洗わないでもう一晩明日の朝まで置いちゃいましょう。